おはようございます。 MACF の牧師関根和夫です。日ごとの糧を今日も読んでいきたいと思います。2021年6月10日、心を尽くして私はあなたを尋ね求めます。あなたの戒めから迷い出ることのないようにしてください。詩編119編10節。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。ヨハネの手紙第1:5-3。私たちは物事がうまくいくと傲慢になりやすいし、逆に失敗すると卑屈になり自己憐憫に陥りやすいという、まあそういう傾向があるように思います。聖書は傲慢や自己憐憫のような、いわゆるその自己判断による迷走ね、そういうところから守られるように神の教えを心に留めながら生きるということの大切さを教えています。まずは自分は気をつけないと迷走や暴走しやすい、まあ、そういう傾向があるということを覚えておくことが必要ですね。人から指摘されるということの前に、あ、自分にはそういう傾向あるなということを、まあ、認めるといいますか、覚えておく必要があろうかと思います。というのも、人からこう指摘されるとですね、やっぱり言い訳をしたくなるし、なんか余計に頑固になってしまうということがあるような気がするんですよね。聖書の言葉を土台に、今日どう生きればよいかを尋ねてみること、どうすればよいのか吟味してみること、まあ、そして究極的には、それは神を愛することにつながるか、あるいは他者に微笑みをもたらすことにつながるか、まあ、それは一つの基準として判断材料の一つにできるといいかもしれませんね。迷いやすい自分を責めないでそのまま受け止めること、そしてその状況の中で神様がしてくださったことに目を向けてみること、誰かが自分に提供してくれた善意を思い出してみること、それらに感謝することというのは大変大事なことのように思いますね。なんかこう何もできない、そんなことできない、聖書も読めないという方がおられたら、ちょっとそこに姿勢を正しく座って、本当に何にも考えなくていいですから、静かにしかし声を出していてくれてありがとうございます、いてくれてありがとうございますって声を出して10分間ぐらいそれをまあお経じゃないですけど唱えてみるのは決して悪いことではないように思いますね。ちょっとやってみたらどうでしょうかね。心がどうしても落ち着かない方、やってみるといいと思いますよ。それは実は神への感謝につながり、他者への感謝につながり、自分の存在承認にも役に立つことなんですよね。だから小さな声で自分に聞こえる声で、いてくれてありがとうございます。いてくれてありがとうございます。まあそれを10分間続けて言いながら、黙想してみる。黙って10分間だとね、もうとにかく雑念だらけになっちゃうので、ちょっとその言葉を入れてみるのはいいことかもしれませんね。心を尽くして私はあなたを尋ね求めます。あなたの戒めから迷い出ることないようにしてください。詩編119編10節。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。ヨハネの手紙第1:5-3。祝福がありますように。